最後の大倉大臣であり、最初の財務大臣でもある、宮沢喜一日本の大倉大臣、財務大臣一覧では、大倉省、財務省の長として、近代日本の財務責任を負った歴代の人物を挙げる。1998年6月に、財政と金融行政の分離が行われ、大倉省のうち金融行政に関する権限が、金融監督庁に移される。 その後の2001年1月には中央省庁再編により大倉省は財務省となり旧大倉省の中軸である主計局と主税局は財務省に置かれた大倉大臣は財務大臣となり初代の財務大臣には旧大倉省出身の宮沢貴一が就任した日本電信電話東京地下鉄など国有株式の所有者名義は日本政府や財務省ではなく 機関としての財務大臣となっている。高橋惚歴よ、宮沢貴一、麻生太郎のように内閣総理大臣経験者が就任する例もある。財務省では善良な納税者及び納税失踪の普及に功績のある団体、個人に対して納税表彰を実施しており、納税表彰の最高位にあるのが財務大臣表彰である。大長官成果の大倉卿。 最初の2名は民部教も兼ねた。明治5年12月2日までの日付は、括弧内に西暦による日付を示した。大日本帝国憲法下の大倉大臣。和憲人は臨時憲人は事務取扱い。日本国憲法下の大倉大臣。和憲人は臨時代理は事務取扱い。太地は内閣総理大臣経験者である。 中央省庁再編後の財務大臣。ありがとうございます。